さら関係ねえ。待たせたな。なぜ天馬が仁岡組のやつと。てめえ、その話マジだろうな。ちゃんとこの目で見たんすよ。絶対間違いないっすよ。あいつ足を痛めてんだ。もしもし。もしもし。達也くん。おう。やはり天馬、あいつ俺を利用して。達也くん、達也くん、達也。本当はドクターストップ出したいところだけど、戦うの？ああ。今回は欠場したら？欠場したら連勝記録は？まあそれはそこでストップだけど。ダメだ。わかったわよ。じゃあこっちの足も出して。両足にサポーター巻いとけば怪我はバレないわ。いや、バレてるんだ。
クキのドアホには負けられへんのやぞ。入荷組のメンツがかかっとるんや。組者、大丈夫っすや。絶対に勝てますや。こっちはいい情報ゲット済みだし。いいか、達也。負ければ、お前は終わりなんだぞ。10連勝だ。忘れるな。いいか、俺はてめえの道具じゃねえんだ。いつか必ず落とし前つけてやる。だがその前に、汚え手使って勝とうとする連中は、絶対にぶっ殺してやる。汚い手？正真正銘のドッグファイトをお楽しみいただこう。オン・ザ・テン！琉球を制覇したストリートファイター、マッドドッグ！マカベ・ハイアント！オン・ザ・テン！我がカムロ町が生んだ、目下4連勝中のマッドドラゴン、タッツ！イエー！足の調子でも悪いのか？うっせえ豚野郎。てめえの居場所はリングじゃねえ、養豚所だ。いつまで吠えてられるかな。その後はてめえだ、天馬。さあ、狂犬 VS 恐竜。ルールは無用、予測は不能。アルティメイトストリートファイターの称号をかけた戦い、カモンベイビー。マカベの戦い方は変則的よ。卑怯な技も多いから気をつけて。ぶっ殺してやるよ。バレたらヤバいの。
いい勝負だったわ。セネタを。なぜ逆の足を。まさか天魔が。天魔はどこだ。天魔？リングサイドにいた白い服の男だ。ああ、その人ならさっき仁岡組の人たちと一緒に上に出て行ったわよ。寝て捕ましやがって、仁岡組舐めてんじゃねえぞ。ねえら何しやがる。ちょうどいい、お前もぶっ殺してやれ。しっかりしろ達也。やっぱおめえ強えな。あんな化け物のしちまうんだからな。天魔、お前なぜ嘘を教えた。ちょっと後悔だな。俺が余計なことする必要もなかったみたいだからな。達也はやっぱマジ強えや。どうして。言ったろ、あの闇金襲ってからお前と連絡取れねえし、竹中っていうデカもしつこくお前追ってるしよ。なんかやばいことになってるんじゃないかって調べたらやっぱりだ。ダチが変な豚に殺されそうになってんのに放っておけねえだろ。だからちょっとハンデをやったのさ。二岡組の奴ら頭悪いな。一コロで騙されやがった。バカ野郎、なんで俺なんか命かけてんだよ。俺はおめえが俺を売ったんだと思ってて。
俺は、仲間は、死んでも売らねえよ。なあ、達也。金、女、力、他の奴らは、それ目当てで、お前に近づいたのかもしれねえ。けどな。いいからもう喋るな。俺は、ただ、お前と一緒にいるのが、楽しかったんだよ。天魔。それが、仲間ってもんだろう。なあ。おい、おい天魔、おい、しっかりしろ。おい、天魔、おい、助けろ、おっさん。こいつを助けてやってくれ。肋骨にひび、あとは、亀裂骨折が何箇所か。だが、内臓までは行っていないし、頭はしっかりガードしていたみたいだな。検査する必要はあるが、全く別状はない。適切に対処すれば、割と早く治るだろう。間違いねえな。嘘ついたらぶっ殺すぞ。バーカ、やめなさい。ボスが大丈夫だって言ってんだから、大丈夫なの。でも、よかったね。あ？一人で生きてきたとか言っといて、いるじゃん、仲間。うん。なあ、達也。このガキの方が、お前よりよっぽど強えぞ。なんでだよ。お前はちゃんと、人を信じてるか。人を信じることができなければ、自分を信じることはできない。このガキにとってお前はずっと仲間だったんだ。つまりずっとお前を信じていた。お前はそうは思わなかったのかもしれないがな。気づかなかったんだ。まったく、一人で生きてきたなんてうぬぼれんな。うぬぼれなんかじゃねえ。それは俺が今まで生きていくために支えにしてきた俺の大事な気持ちで。くだらん。なんとも寂しい支えだ。一人で生きてきたなんて、所詮それは人を疑って生きる生き方だ。その考え方は周りを見えなくさせるぞ。その通りだ。俺はずっと一人で生きてきた。そう思っていた。そしてそれは俺を支える正しい考えだと思っていた。でも、それは単に周りのもの全てを疑っていただけだ。実際見えなくなってたんだ。一番俺のことを思ってくれている存在さえも。天魔、ごめん。ふざけるな。あんたを生かすも殺すも俺の腹積もり一つだってことを忘れるな。この前もあるガキにひどい目にあった。もうグズグズしてるな。ごめんだ。金を手に入れて高飛びして。いいか、あの15年前の事件が明るみに出ればあんたは終わりだ。とにかく3億円用意しろ。こっちにはデータがあるんだ。データがな。何度も言わせるな。